水流さんよ、俺はもっと強くならなきゃいけないんだ。じゃないとヒーローとして皆を守れない。気の毒だと思うけど。両者構えて始め。稲妻大車に両かかと落とす。俺の方が強くてごめんな。永久ヒーローを一撃。世の中にはプロヒーローより強い一般人はさすがに先生レベルのものは現れないだろうが、ただあの男なら武術を体験したいという先生を満足させられるかもしれない。重ねた愛しい罪、優しい